でも交換日記とか LINE とかがもう流出するようになるし、もうどこかで音声とか取られてるだろうから。そうよ、もう音声なんてどこかで取られてると思った方がいいし、映像もどこかで取られてると思った方がいいし。あと LINE とかもう捏造とかできちゃうからね。で、それこそさ、もう AI が俺の声をそのまま違う人が喋っても俺の声にできるとかが始まるから、そうなるとその音声データが果たして本当にそれは俺なのかとかっていうのは俺しか判断できないんだけど、世の中に流出してしまった俺の偽、だから俺の AI 音声の何か良からぬものが出たらもうそれ信じるもんね。怖い世の中だね。私が私なんですって言っても信じてもらえない時代がもうすぐそこまで来てるよね。どうすんだろう。私の証明。私が証明ですみたいな、なんか広告あったな。化粧品のね、マイカ。AI は怖いし、これからのだから、写真もさ、AI、グラビアアイドルとか出てきて、もう遜色ないじゃない。生身の人間と同じような風に見えるしね。ビートルズが AI で音源出すんだ。へえ。すごい時代だな。